ウェスティングランド・ベルリン、2006年1987年、当時のインターホテル・グランドホテル、ベルリン・エントランス・ホール、中央階段のり口、2011年ウェスティングランド・ベルリンは、ベルリン・ミッテク、フリードリ・ヒドーリ158-164番地の、旧ドイツ民主共和国時代の1987年に、竣工し、インターホテルチェーンによって経営されたホテルである。 現在は、ウェスティンホテルズリゾーツチェーンが経営している。1957年に取り壊されるまで、現在のホテルの敷地には他の商業ビルと並んで、東ベルリンで最も古い、最も壮麗なアーケード街の一つ、1873年落成のカイザー・ガレリーがあった。1943年にこの建物は空襲で、大破し、1945年には、 残りの部分も焼け落ちた。残った廃墟は1957年に撤去された。当初のインターホテルグランドホテルベルリンは品格のある古典主義風の建築として構想され、エアハルトギスケの監修のもとに鹿島建設によって設計された。建設費は2億ドイツマルクであったという。このホテルは最高の水準を満たすべきであるとされ、高級感あふれる建物に仕上げられた。 1987年8月1日に当時のドイツ民主共和国国家評議会議長エイリヒホーネッカー林席のもとに落成式が行われた。ウェスティングランドホテルは359室の客室とスイートルームを持つ。エントランスホールと入り口はカイザーガレリーの様式に従っている。ベルリンの壁が崩壊し、ドイツが再統一された後、1990年にこの ホテルの所有権は、新宅公社に移行した。1992年にこのホテルは、投資会社スターウッドに売り渡され、ウェスティングランドホテルベルリンと解消された。ありがとうございます。